はい、続いて披露させていただく曲はフィフスシングルの兄弟曲です。この曲は私が初めてシングルでセンターになった曲になります。正直センターなのに落ちサビが歌えないのはすごいショックでした。受け入れられない時期がすごくあって、最近まで本当になかなか自分なりに表現ができなくて、これ私センター曲なのになってすごい悔しい思いもしました。でもあるライブでそれが吹っ切れて、私なりの表現をしようって思うことができました。落ちサビを歌うことが全てじゃないけど、落ちサビを歌えないけどセンターは私だから、私らしくダンスと表現と歌でこの曲を披露したいと思います。ツアー中も何回かやらせていただいたんですけど、ツアーをやるごとに感情が入ってきました。私はこの曲と一緒に成長、この曲に成長させられたなと思ったので、これからもこの曲も大事にしてどんどん成長していきたいと思います。それでは聴いてください。君を待つ風の物語。